Alien Chip in Napoleon's Skull. Today's story is about this very mysterious chip found in the skull of Napoleon. Is this true or a hoax? ナポレオンの頭蓋骨からなんとマイクロチップが見つかったというのです。で、これがそのチップということになっていますが、このチップは人間が最新技術で作った、要するにその人記録用のチップであることが分かりました。ということで一件落着。ナポレオンの頭蓋骨から見つかったチップはインチキ、偽物、作り話であったということになりますが、ここでまた不思議なことが起きます。というのもですね、ナポレオンの頭蓋骨からチップが見つかったというニュースが外に出たのは1997年なんですよね。そしてこのマイクロチップがですね、作られたのは少なくとも2000年以後だったということが分かりました。となると1997年にナポレオンの頭蓋骨から見つかったチップというのは何だったのか、あるいはどこへ行ったのかということになりますが、ともかくも嘘のような本当のような、本当のような嘘のような、わけのわからない話ということになります。広志林、浜松リージャパン。Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. Alien clip in Napoleon's skull. So, Napoleon was abducted by aliens. Yeah. ナポレオンの頭蓋骨から発見されたマイクロチップ。つまり、ナポレオンはエイリアンにアブダクトされていた。という、とっても楽しい話なんですね。そして、ナポレオンはエイリアンに操られていた。という、まあ、ストーリーです。まあ、ことの発端はですね、1997年に発行されたこの新聞、記事ということになっています。で、この中でですね、まあ当初はアントニン・レフブレーという方がですね、ドクターですけども、まあ頭蓋骨を調べていたら、ナポレオンの頭蓋骨の中からですよ、まあ高性能のハイテクな、まあ、マイクロチップが見つかったという話なんです。で、その記事をですね、訳してみましたので、まあお読みください。ナポレオンの頭蓋骨から発見されたマイクロチップという話です。で、これがその時発見されたマイクロチップということになっています。
ということなんですけども、どこかあり得るようでありえないような話なんですね。で、これがナポレオンの頭蓋骨に埋め込まれていたという、まあ、高性能のマイクロチップだそうです。まあ、写真 X としておきます。まあ、こういったものがですね、ナポレオンの頭に埋め込まれていたと。で、調べてみますとですね、いくつかのサイトがですよ、まあ、作り話である、嘘である、そしていたずらである、というふうに、まあ、書き立てているのが分かりました。で、その一つの根拠としてですね、実は、この、まあ、ナポレオンの頭に埋め込まれていたというマイクロチップが、この2004年のね、BBC のウェブサイトに発表された、いわゆる人を追跡するための、まあ、マイクロチップですよね、と同じであると。まあ、これがそれなんですけどもね、この上に出てるのが。で、写真を比較してみますとですね、確かに同じなんですね。つまり、まあ、この写真を撮って、まあ、ナポレオンの頭の中にあったと言ってると。つまり、ナポレオンの頭の中にあったマイクロチップって話は嘘であるというふうに、まあ、結論付けているわけです。が、しかしおかしいんですよね。というのは、まあ、確かに写真は同じ写真です。右の下が写真 X ですよね。で、なぜおかしいかというとですね、BBC のこの人を追跡するこのマイクロチップというのは2004年に発表されているんですよね。しかし、最初にこの、いわゆるその記事が現れたのは1997年で、7年前なんですね。逆なんですね。時間の流れが。まあ、だからといって、この記事が、まあ、本当だということにはなりませんがね。しかし、嘘だって、まあ、主張なさっている方の根拠が、まあ、これで崩れるわけですよね。まあ、嘘でないから本当だとは言えないわけです。ということで、まあ、謎が深まりましたんですけども、この記事は、というかこの話は、まあ、ここではペンディングということにしておきます。あり得るような、ありえないような、まあ、話でした。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!